皆さんこんにちは。眩しい日差しがピッチに降り注いでいます。この最高のピッチコンディションの中で行われる注目の一戦をお楽しみください。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。激闘の続くディビジョンライバルズ、注目を集める試合になるでしょうね。サッカーファンにはたまらない組み合わせですね。キックオフが待ちきれません。味方を使います。スルーパスが長いか。タックルでピンチをしのぎました。ボールが中央へ向かう。キーパーがボールを確保します。ネイマールが抑えます。ボールはネイマールへ。倒れはしないがどうなる。ここはフリーキックです。警告はありません。ゴールを狙うには遠すぎる気もしますが、ネイマールですからありえなくもないでしょう。ネイマールへ。デブライネ、キャッチできません。ボールがこぼれた。アダマ、近距離からのシュートでしたが枠の外。力強いシュートでしたが少し枠を外れていました。注目のケビン・デブライネ、ボールタッチ、ここで狙いたい。試合は始まったばかりですが早くも先制点が決まりました。立ち上がりを疲れましたね。まずは落ち着くことが大事です。ソン・フンミン、ポール・ポグバ、デブライネ、ボールはウォーカーへ。ネイマール、これはチャンス。ネイマール、デブライネ、落ち着いています。ネイマー、カンテがインターセプト。ケビン・デブライネ、じっくりボールを回しながら同点に追いつくチャンスを伺っています。エンゴロカンテ、ゴール前、期待も高まります。デブライネ、ループシュート。このボールはゴールキーパーが処理します。デブライネのパスはカットされました。ネイマール、ポグバ、デブライネに渡った。いいタックルだ。ボールをキープしました。ソン・フンミン、再びデブライネ、決めれば同点。ディフェンダーがブロックします。味方をうまく使います。どうやらサイドをつけそうです。これは狙います。ゴールゴール。フィニッシュは目の覚めるようなボレーで決めてきました。なんというテクニック。ボールはそこへ。さあスタジアムのテンションが上がります。そこで取られてはいけない。なんというタックル。チームを救いました。ネイマール、タックルでボールがこぼれました。
攻守の切り替えが大事です。デブライネ、絶好のチャンス、わずかに枠の外でしたね。シソコに渡った。ベイルへ、ここでデブライネ、2点ビハインドの中、ここでシュートチャンス、飛びついて止めました。キーパーのナイス、中に入れた。コーナーキックが再度行われます。コーナーキックが入ります。さあスローインでの再開です。デブライネ、見事なインターセプト、ディフェンダーの読み勝ちでしょうか。デブライネ、ピンチを出します。カウンターのチャンス、ここは決めたい。ボールを返します。ボールはポグバ、枠に行っていましたがディフェンダーが弾き出します。取りました。すぐ攻めに出たい。ネイマールがボールを運ぶ。ディフェンスの選手がシュートをブロック。キーパーのダイビングセーブ、これはすごい。いやー、ファインプレーですね。サイドから切り込んだ。ここはキーパーが積極的に出ました。スコアは2対0。ここでハーフタイムを迎えます。後半戦キックオフ。ネイマール、自在にパスを通していますね。クロスを狙ってくるか。パスをじっくり回してディフェンスのほころびを作り出そうとしています。ボールがフリーになりました。相手ボールになります。ここはディフェンスが対応します。ネイマールが絡んでいきます。ボールはネイマールへ。低い位置でボールを受けました。抜けた、入った。ゴールフォーヴィジターズナンバー7ポール・ポグバ。デブライネがボールをキープできません。ゴール前に入ってきました。エンゴロカンテ、ソン・フンミンに渡った。デブライネ、裏も見えていたのか。副審がオフサイドの判定、これは惜しかった。メンディ、ボールをサイドへ展開します。カビーニョ、ネイマールへ、いいパスが出ました。さあこれでハットトリックとなりました。一方的な試合となってしまいました。サイドへパス、横に展開してきます。ここで取られるわけにはいきませんが、いいタックルでしたがスローインになりました。これほどスタジアムが静まり返るのは珍しいですよね。そうですね、この試合内容では無理もないですかね。ここで攻守が入れ替わります。
ファビーニョ、ベン・エデル、味方を使います。このピンチはキーパーが救いました。今のは冷静な判断でした。エンドラインを割ってコーナーです。キーパーがコーナーキックを弾き出しました。この位置からプレッシャーを受けている。チャンスを量産ししっかり決める。当然こういう結果になってきますよね。ボールが足につきません。ルーズボールだ。サイドからの攻撃を狙います。ラインを割ってスローインです。アダマ、クロスを入れましたが受ける選手がいません。キーパーの守備範囲でした。パスが通る。ゲームを作るパスが光ります。激しく競り合っています。カウンターのチャンスです。デブライネ、カウンターへの対応が遅れているようです。クリアしてピンチをしのぎます。いい組み立てだったんですがボールを奪われましたね。見入ってしまいます。スペースへのボール、危険なスルーパスでしたがキーパーが好判断。ボールをアタッキングサードへ持ってきました。おっと、これは面白い。1対1をしのいだ。ロリスのファインセーブ。短くパス。アダマ、ポグバ、打てるか。ポグバ、ネイマールへ渡る。ネイマールが決めた。いやー、さすがですね。試合も終盤に差し掛かりましたが厳しい展開になっています。デブライネがゴールに向かう。狙いは良かったんですが味方は誰も触れられません。この位置からチェックされています。ポール・ポグバ、ボールをもらいに下がってきました。サビーニョ、ネイマールにリターン。デブライネ、デブライネ決まるか。キーパーが飛びついた。いい反応でしたね。レフェリーはコーナーキックの判定。これはあるか。キーパーがコーナーキックを弾き出しました。ここまでは試合前の予想に反して一方的な試合内容になっています。はい、チームの実力差はないと思うのですが結果的にそうなっていますね。エンゴロカンテ、さすがにここから逆転というのは難しいでしょうから、あとはもう次につなげるための戦いという部分になるでしょうか。ネイマール、ポグバ、ここはうまくボールを取りました。試合終了のホイッスル。この一戦アウェーチームが見事に勝利を収めました。試合を終始コントロールしての圧勝でしたね。狙い通りのサッカーを展開できていました。ここで狙いたい。試合は始まったばかりですが早くも先制点が決まりました。立ち上がりを疲れましたね。まずは落ち着く。これは狙います。ゴール、ゴール。フィニッシュは目の覚めるようなボレーで決めてきました。なんというテクニック。抜けた、入った。
いいパスが出ました。さあこれでハットトリックとなりました。一方的な試合となってしまいました。ネイマールへ渡る。ネイマールが決めた。いやさすがですね。試合も終盤に差し掛かりましたが、